ジョニー・ヘイツ・ジャズは、イギリスのポップバンド。風んわりなバンド名は、メンバーのマイクのシートの友人のジョニーが、ジャズ嫌いであったことから。キーボード担当のカルビン・ヘイズの父親は、ロックレコードのオーナーで、スージー・クアトロやアニマルズのプロデューサーとして、有名なミッキー・モスト。その父親の経営するロックレコードから1986年に、シングル、メアンド・マイ・フーリッシュ・ハートでデビュー。 翌年1987年にバージンレコードに移ってリリースしたシャッタードドリームスが全英5位、全米2位のヒットを記録。続くヒットシングル I Don't Want to Be a Hero は日本でも後に演歌歌手となる長山洋子がアイドル時代にカバーしてヒットさせている。さらにファーストアルバムのハン・ヒーロー宣言も全英1位を獲得し、順風満帆かと思われたが、 1988年に、ボーカルのクラーク・ダッチェラーが脱退。後釜として、元ザ・キュアーのベーシスト、フィル・ソーナ・リーをボーカリストに迎え活動を続けたものの、セカンドアルバム、トール・ストーリーズのリリース直前にカルビン・ヘイズが、交通事故で大怪我を負い、1年以上も音楽活動ができない事態となってしまい、最終的にバンドは解散してしまう。2007年9月、 カルビン・ヘイズとマイクのシートのオリジナルメンバー2人に、ボーカリストのダニー・サクソンを加えて、ジョニー・ヘッズ・ジャズを再結成することを発表。再結成ツアーも行われた。さらに、2009年10月には、クラーク・ダ・チェラーも復帰して、ニューアルバムを制作することが発表される。2010年には、イギリス、デンマーク、シンガポールでライブが開催されるとともに、 本格的にアルバムの制作に入る。レコーディングは2011年から2012年にかけて、ピーター・ガブリエル所有のリアルワールドスタジオなどで行われた。2013年5月6日、22年ぶりとなるサードアルバム、マグネタイズドをリリース。アルバムタイトル曲のマグネタイズドが先行シングルとして4月29日にリリースされている。なお、 2010年にオリジナルメンバーのカルビン・ヘイズがバンドを脱退。現在はアメリカに渡り、父親でプロデューサーであるミッキー・モスとの電気の執筆に専念している。ありがとうございます。